トランクさんがちょっと異常行為を、なぜこの異常行為をしてるかと言いますと、このプチがあったこれを写して、でこれをまたシベトラさんがこうやってかわいそうにこのようなことをしてるわけです。これは このアングルをトランクさんが一生懸命撮ってらっしゃったわけですね。なぜこれになるかというと、橋のこの欄干といいますか、これが見えるわけです。そしてプチが見える。